ほら、こっちがお前の分。こんな場所に来たんなら、それらしく振る舞うのも礼儀だろう。ドリンクで乾杯しようぜ。フードも充実してるし、雰囲気も悪くねえ。ちょっとライトが派手な気もするが、まあ、デートなら、これくらいどうってことないよな。DJ もいるし、アレンジが効いた音楽を楽しめる。こんな風にお前と過ごせるなんて思ってなかったぜ。あ？おい、聞いてるか？ったく、音楽の話をしたらそればっかりになっちまいそうだな。熱心に BGM を聴くのもいいが、これを飲んだら俺に付き合ってくれねえか？泳ごうぜって誘ってんだよ。お前の手を引いて近くでその顔を見てたい。俺からのリクエスト聞いてくれるか？これに乗ってる間は邪魔するやつなんていねえだろう。正真正銘二人きりでいられるな。お前もちょっと疲れたろ。のんびりしようぜ。目を閉じながら揺れる水の音を聞いて、お前の吐息を感じて、心の底から安心できる時間があるってのは幸せなことだと思う。眠るわけじゃねえよ。まだお前に見せてもらってない表情がたくさんあるだろ。俺はまだ満足してねえ。それに望みがあるなら遠慮すんな。お前のわがままなら何でも聞いてやるし、甘やかしてやるから。お前の願いを叶えることが結局俺自身にとっても嬉しいことなんだけどな。さあ、その声で教えてくれよ。お前が俺に何を求めるのか。